どうもさっくんです。昨日言ってた、カメラが帰ってきました。こっちのセンサーの清掃をしてもらいました。そしてですね、バージョンアップもしてくれたっていうことですけども、あ、これですね。1.0.4 のバージョンになっております。あとですね、梅田に寄った帰りに、日本橋行きまして、買っちゃいました。5200系、両方とも更新車です。右側が多分大阪線で、左側これ名古屋線って書いてるんで、名古屋線となっております。値段の方がですね、9000円、税別9000円、1万円切ってる時点でもう手が出ちゃいました。またプラモも買っちゃいました。クラウンアスリートで、ホイールが20インチのカスタムだそうで、青島のやつです。ああ、また買っちゃったな。で、値段が1400円、もともと2240円やったらしいんですけど、これが叩き売り価格1400円でした。こんだけちょっと買っちゃったら、さすがに置くとこがなくなってきました。あと日本橋行った時にですね、車両を持って行って、ポボンデッタで走らしておりました。2時間一人でのんびり走らしていたわけですけども、イベントもあまりなく 一人でのんびり、走らしておりました。というわけで、今日はちょっと忙しかったので、購入した報告と、カメラ撮りに行ってきたという報告だけでした。以上です。